始め。Thank you.
はい、じゃあそうしましたら、そうですね、後ろの、まあ、このサスペンションを全部組み替えて、今ロングバージョンというか、まあ、このディフェンダーのボディに合うようなセッティングに今変わりました。まあちょっとまあ何ですかね、取れたパーツがいっぱい出ちゃうんですけど、まあこうなってたやつが、まあここまで、まあ、スマートした上で、それでまあかぶせないと、まあ、このディフェンダーのボディは、まあ、つかないっていう感じにはなってるんですけど、まあ、一応これでつくところまでできましたっていう感じで、でその前にそうですね、ここのシーケンスね、まあ、そのタイヤはなんかこう回る方向があるみたいなんですよ。まあ、これで言うと、まあ、こっち側にこう矢印が向いてるんで、このローテーションっていうんですかね、のこの矢印が、まあ、こう両方ともこう、まあ、前進するような形で、まあ、つけていくっていう、まあ、感じなのかなと。まあ、タイヤ自体は特に何ですかね、基本的には同じような感じなんですけど、まあ、そのローテーションっていうところで、まあ、この回る駆動の方を向いていけっていうようなことをなんか言ってたんで、まあ、そこだけ、まあ、ほぼ一緒なんで分かりづらいんですけど、まあ、それを合わせて、まあ、つけていくというような感じかなと思います。で、急に今接着剤をつけろっていうふうに書いてあるんで、ちょっとまあどんな接着剤がいいのかちょっと分かんなかったんですけど、まあ僕はこの何ですか、プラモデル用の接着剤を使ってまあつけちゃったという感じです。まあ4点だけ、全部じゃなくて4点だけ、まあそのタイヤが、まあ、この駆動で滑らないようにってことで、まあ、なんか軽くつけとけっていう、まあ、ことなんだと思いますけど、まあ、急に接着剤って出てくるんで、まあ、これが正しいのかどうかはちょっとまあ僕もわからないんですけど、まあ、なんか接着剤が必要になるので、まあ、それはこのセットの中に入ってないから、まあ、自分で用意するしかないと思いますので、そこだけ注意しないといけないのかなと思います。で、まあ、この何ですかね、ボディを支える支柱をまあつけていくって感じになるんですけど、まあ、この、まあ、ボディのセッティングはまあちょっと、まあ、ちょっとかかるというか、まあ、こう乗せて、この穴に入れてピンで止めるって感じなんですけど、僕のやつは、まあ、こう前はピンに止めることが一応できる感じにはなるんですけど、後ろがどうしてもなんですかね、ここから出てこない、まあ、このキャリアがあるから、まあ、ここ出てこないんですけど、一応これ最大限界の一番伸びるところまで出して、こっちは、まあ、ここに1個出すぐらいなセッティングですね、僕の場合は。まあ、それは合ってるのかどうか分かんないですけど、まあ一応そんな感じで、まあこのボディをつけられるんですけど、この後ろのところが、まあ、どうしても出てこないんで、このキャリアがあるから、だからまあピンつけられない状態で、まあやるしかないのかなっていう。まあ他の人どうやってもちょっと分かんないですけど、
まあ、このキャリアを外すとなるとまたえらいことになっちゃうん でここにピンを刺すっつっても、まあ、これ自体を伸ばさないとちょっともうギリギリの限界なんで、まあ、ちょっとグラグラしちゃってるんですけど、まあ、これでいいのかどうなのかちょっと分かんないんですけど、まあ、一応まあこれで、まあ、とりあえず走ることが、まあ、できそうなのかなとは思ってますけども、まあ、ちょっと後で、まあ、テストランというか、まあ、ちょっと最後にしたいかなと思ってます。で、まあ、バンパーをつけるとか、まあ、それも、まあ、これはもう一番簡単なんで、まあ、特に難しくもないんですけど、うん、まあね、これはプラスチックなんで、まあ、本当はなんかオプションでなんか鉄の、まあ、本当にウインチが出るのようなやつを、まあ、僕はちょっとつけたいなと思うんですけど、まあ、それは、まあ、どうするかっていうのはちょっとまた別の動画を作りたいと思うんです。とりあえずまあこれで全て説明書にあるミッションは全て完成という形になりましたんで、まあちょっとね、実際に走らせてみようかなと思いますんで、行ってみます。